牧啓太本編実況スタート。トラブルに会いたいと思う人はなかなかいないと思いますが、トラブルに直面するたびに賢くなっていくのもまた確かです。人生はトライアンドエラーの繰り返しとはよく言いますが、攻略対象の彼牧啓太はトラブルを寄せ付けがちなキャラクターです。いろいろなところに気が回るからこそ巻き込まれてしまうので、これは彼の優しさの裏返しでもあります。私自身もラスベガスでカツアゲされたり、夜中に遭遇した屈強な外国人が単なるインドカレー屋のポスティングだったり、トラブルを寄せ付ける点には自信がありますので、優しい人間と捉えていただいて構いません。さて、話は横道にそれましたが、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬地面マトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回マキ本編をやることになった経緯は、視聴者様にご要望をいただいたからです。優しいのでやろうと思いました。まあそれはさすがにね、冗談として、むしろめったにリクエストに応えなくて申し訳ないくらいなのですが、ご覧くださっている皆様に感謝の気持ちを込めて実況をプレイしていきます。くどくなっちゃうかもしれないけど、初めてご覧くださっている方にも分かるように丁寧にやっていきますね。情報屋かつおもちゃメーカーの重役である彼とマトリを務めるヒロインの物語、早速ご覧いただきましょう。どうぞ。何にでも適切な距離というものがある。近づきたい、遠ざけたい、逃げたい、追いつきたい、そんな思いを巡らせながらそばにいるうちに、お互いに心地いい距離という名前の相手を傷つけない間合いを示す境界線にたどり着く。そんな導入シーンから始まっていきます。電話大丈夫？ハトリだった。どうせ大した用事じゃない。急ぎならまたかかってくるから。これね、回想シーンなんですよね。マキ君と飲み歩いた帰りに展望デッキから夜景を見ていたシーンですね。マキ君が電話を切ったあの時、私はとっさに踏み込むのをためらった。どうにかして隣から逃げられてしまいたくないと、おそらくそんな思いだった気がする。まあようやくね、距離が縮まってきたのにっていう場面だよね。息すらもごく丁寧に静かに吐いた。それに今気抜けてるから。気が抜けているからなんだというのか、その一言がどうしてあんなに嬉しかったのか。まあそれまではね、ちょっと壁がある存在だったんだけど、ここでようやく壁がなくなったっていうシーンだよね。電話の前に言いかけた言葉は何だったのか、まあこれは後々明らかになっていくんでしょう。すべては境界線の向こう側に潜んでいる、私には干渉できない世界の出来事。このあたりがきっと自分とマキ君の適切な距離だと私は結論付けていた。まさかそれがとんでもないきっかけから覆されるとは夢にも思わずに。どうなっていくんでしょう。それは檜山さんがスタンドへの加入を約束してくれてから間もなくのことだった。あ、いたいた。高級ホテルの最上階にある会員制ラウンジ、その奥のソファー席にひときわ目立つ3人を見つける。情報やレベルのメンバーね。あれ、マキ君まだなのかな。こんば。冗談でもやめて。え？突然放たれた鋭い非難に思わず足を止める。そんなに怒らなくても、俺は可能性の話をしただけなんだけど。絶対ないから二度と考えないで。俺が考えようが考えまいが、それは巻き次第じゃないとか言いながら、ハトリは裏でいろいろ消しかけるやつだから言ってんの。人聞き悪いな。ハトリさんとカグラさん、またマキ君のことで喧嘩してるし。というよりカグラさんがハトリさんに遊ばれてるのか。そのあたりにしておけ。軽いため息とともに向けられた檜山さんの視線を追うように二人が私を振り返った。ああ、ユイちゃんお疲れ様。どうもお疲れ様です。遅いんだけど。え、すいません。カグラ、せっかく来てくれた救世主にそういうこと言わない。救世主？またね、ハトリ君独特のパワーワードで攻めてきますね。順を追って話す。とりあえず座れ。あ、
人掛けのソファーにゆったりと座っている檜山さん。二人掛けのソファーでは神楽さんがムスッとした顔で足を組んでいて、その向かいの二人掛けには羽鳥さんと誰かのカバン、そして手前にある一人掛けのソファーは空いている。この場合はお、ここで選択肢なんですね。難しい選択肢だな。なんか上座とか下座とかね、いろいろありますからね、選択肢一つずつ見ていきましょう。空いている一人掛けに座る、神楽の隣に座る、荷物を寄せて羽鳥の隣に座る。難しいな今回。どれも地雷臭がしますね。まあ空いている一人掛け、まあこれがマキ君の席かもしれないということですよね。まあそうなってくると神楽君の隣っていうのもマキ君の席かもしれないし、そして荷物を寄せて羽鳥の隣に座るっていうのも誰かの荷物って言ってましたから、まあ客人が来るのかもしれないし、難しいね。どれがいいんでしょう。どれも地雷の予感がして選びきれませんが、皆さんはどれだと思いますか。まあ、この実況ではね、せっかくなんでハッピーエンドに導けるように選択肢選んでいこうということで、まあ、攻略サイトの力も借りながらっていうところでね、まあ、今手元にパソコンありますんで答え見ていこうかと思います。まあ、その間に皆さんはどれが正解かなっていうのをね、考えてみてください。うん、あ、そうなんですね。神楽の隣に座るが正解のようです。怒られそうな予感しかしないから、これは違うかなって正直思ってたんですけどね。見ていきましょう。一人掛けはいつもマキ君が座ってる席だから絶対何か言われそうだし、あ、そうなんだ、そこはそういう地雷だったんだね。羽鳥さんの隣は荷物あるし、そうだね。考えた結果、できれば避けたい席が残ってしまった。もう結局ね、この3択どれも地雷だったってことね。仕方ない。それじゃあ失礼します。あ、なんでこっち来んの。そう言われるとは思ったんですが、選択肢の中の最善を考えた結果で、消去法で僕の隣座ろうとかいい度胸なんだけど。なんでそうなるんですか。神楽、雑談は後にしろ、今は話を進めたい。ゆいちゃん座っていいよ。失礼します。思いっきり箸寄ってよ。それはもうもちろん。あ、座るだけでなんか疲れた。羽鳥さんが呼んでくれた店員さんにアイスティーを頼んだ後、気を取り直して改めて話を切り出す。それで、あの、今日は何か私にご相談があるとか。ああ、クソガキに頼みたいことがある。頼みたいこと。そう、ゆいちゃんにしか頼めない仕事。拒否権とかないから。いや、できれば拒否権については内容を伺ってからじっくり話し合いたく。まあ当然だよね。担当直入に言おう。ここスバッと言っちゃうんだね。マキのストーカーを撃退してほしい。はい？マキ君のストーカーを撃退する？唐突だね。ストーカーってあの付きまとうやつだよね。え？撃退って私が？担当直入すぎる檜山さんの言葉に一気に脳内がどっちらかる。ちょっと、少々お待ちください。お願いがあるって言うから例の件の交換条件にちょうどいいと思ってきたのに、内容がはるか斜め上だった。遡ること数時間。はぁ、目の前の供述調書と睨み合い始めた時には高かった日がいつの間にか傾き始めている。すっかり夕方って感じだね。もう何回目かわからない私のため息に耐えかねたのか、隣から椅子のきしむ音がした。ゆいちゃん、ため息多いし深すぎ。なんかもう俺の分の幸せまで逃げそうなんだけど。ごめん。はぁ、まだ例の件で煮詰まってるのか。例の件の話、ここで明らかになっていきそうです。呆れ顔の夏目くんの向こうからコーヒー片手に歩いてきた青山さんが、私のデスクにできた資料の山から一番上のファイルを手に取る。煮詰まってるというか、どこに行っても行き止まりというか。それを煮詰まってるって言うんだろ。はい。この間浮上した勝者の男は結局外れ。今日最終確認で今おじさんが接触してくれてるけど、多分外れ。仮に当たりだとしてもこれまでと同じパターンだと思う。
明らかに黒に見える状況証拠で引っ張られた奴らが揃って濡れ衣だって容疑を否認。決定的なものは何も出てこない。一件ならまだしも、こうも続くと妙だな。そうですよね。絶対何かあるとは思うんですけど。こちらがマークしている暴力団や密売組織とは全く接点のない人間が、麻薬売買の疑いで目につき始めたのは数ヶ月前のことだ。大手証券会社のエリートサラリーマン、開業医、弁護士。それぞれの共通点といえば、経済的に余裕があって社会的地位が高いってことだけど、今んとこ組織的な犯行って感じじゃないんだよね。うん、断言はできないけど。となると、怨恨か、ひがみをこじらせたか、後者なら、いつきさんも危ないんじゃないですか。大企業の御曹司で、国家公務員って。お前も似たようなもんだろ。ま、おぼっちゃまコンビですよね。本当に狙ってくれれば、手間が省けるけどな。ま、返り討ちですよね。なるほど、そういう解決の仕方もありますね。いや、ないだろ。真に受けるな。そんな非生産的な会話が繰り広げられる中、蚊の扉が開いた。戻りました。あ、とか言ってるうちにしゅんさん帰ってきた。お疲れ様です。お疲れ。どうだった？それが。ジャケットを脱ぐ今おじさんが表情を曇らせる。あ、やっぱり。まあよくね、ロケとかでね、そのロケの許可を取りに行くとき、嫌そうな顔して、実は OK でしたみたいなね、ありきたりなくだりはありますが、どうなんでしょう。続くであろう残念な報告をなんとなく察したけれど、状況は思ったよりも悪化していた。そういうバラエティ番組のようにはいかないんだね。やはり山岸は白でした。それからもう一つ残念なお知らせが。え？先日接触できた情報提供者が、おそらく音信不通になりました。うわ、それゆいちゃんが相当苦労して会う約束取り付けた人ですよね。ええ、もともと名前や住所、勤め先など詮索しないという約束でお会いしたので、分かっているのは電話番号とメールアドレスだけでしたが、両方変わっていると思います。一応確認してみろ。はい。いやー、どうなんでしょうね。これは繋がんなそうだよね。どうだろう。慌てて手帳を広げ電話をかけるけれど、この電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめの上。ああ、会うとか。また一からの操作となると結構時間かかりそうだな。はい。なので今のところ緊急性の高い案件というわけでもありませんし、こちらの案件は手放していただいて大丈夫ですよ。いえ、それは。クソガキ、無理に抱え込むな。というか、ゆいちゃん、スカウトもあるんでしょ？そう、このね、マキ本編っていうのは、シーズン1の途中から分岐してるストーリーなんですよね。マキくんをスカウトして、で、檜山さんのスカウトを終えたタイミングからのストーリーとなっています。メインストーリーね、まあ、ご覧になってない方とかは、まあ、プレイしていただいたり、まあ、このね、チャンネルでも再生リスト化してありますので、ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。スカウト対象の仕事の状況の関係で、次のスカウトは少し先延ばしになったの。だからお願いします。もう少しだけ粘らせてください。わかりました。では引き続き一緒に頑張りましょう。でも本当に無理はなさらないでくださいね。はい。とは言ったものの、完全に次の取っかかりがなくなった。スカウトが再開すれば捜査に避ける時間は劇的に減る。それまでに何としても解決の糸口を見つけなければならない。せめてもう少し情報があれば。再びため息を漏らしそうになり、はたと気づく。情報？そうだ、あの人たちなら。警察、上層部すらも顧客に持つという情報や、レベルの4人ならこの状況を打開する何かを知っているかもしれない。もちろんただでとはいかないだろうけど、交渉してみる価値はある。善は急げと掴んだ携帯がその瞬間手の中で震える。うわ、羽鳥さんだ。すごいタイミング。いつもタイミングのいい男ですよね。もしもし。あ、ゆいちゃん、
お疲れ様。急にごめんね。今日の夜って空いてる？今日ですか？ちょっとお願いしたいことがあるんだ。まあそれが冒頭のシーンにつながっていくわけね。そうして願ってもないタイミングでのお誘いに応じてここへ来たわけだけれどとね、場面は戻ってきました。いろいろとどこから突っ込めば。というかストーカーの撃退って普通性別逆じゃない？まあそんなこともないような気も経験上しますけどね。思うところはいろいろあれど、まずは話を聞いてみなければ始まらない。ストーカーってどういうことですか？相手はマキの会社と以前から取引のある会社の社長令嬢だ。え？この間パーティーで会った時に挨拶したらなんか気に入られちゃったみたいで、仕事の帰りとか休みの日とかすごい頻度で会うらしいよ。まあマキくんイケメンですからね。それ自宅の場所も予定も把握されてるってことですよね。結構本格的にまずいやつでは？うん、しかもタイプじゃない人からね、来ると迷惑でしかないからね。勝手に入り込んできたりはさすがにしないみたいだけどね。四六時中監視されてるみたいで気は休まらないでしょ。気が休まらないのももちろんそうですけど、それってもしいわゆる政略結婚とかに発展したりしたらもっと大事なのでは？あるわけないでしょ、バカじゃないの。マキの父親は彼女の会社と取引をやめるつもりはないが、マキとの具体的な縁談をまとめる気もないらしい。うまく断れとだけ言われていると本人が言っていた。取引のある会社って言ってもそこまで大きな会社じゃないからね。後継ぎの結婚相手としては不足なんじゃない？その言葉は私にはマキ君のお父さんへの皮肉にも聞こえたけれど、橋田羽鳥さんはもちろん、檜山さんも神楽さんもあくまでも当然のことのように捉えているように見えた。まあよくある話なのかもしれませんね。この界隈は本当に生きてる世界が違うんだな。まあそうね、生まれる家によって人生は変わるって言いますもんね。まあでもね、そこを打開していくのも人生の楽しみだったりもしますけどね。だから本当は相手にしないで向こうの心が折れるまであしらってればいいんだけど、ケイちゃんそういうの苦手だから。このままではレベルの仕事にも支障が出る。長期的に見ればスタンドの業務にも差し障るだろう。それはそうかもしれませんが、そこでどうして私が出てくるんでしょう？その子マキのこと完璧な王子様だと思ってるみたいなんだよね。だからちょっと意外なところ見せてみるのはどうかなと思って。意外なところ？趣味の悪い地味な女と親しくしてるとこ見たら幻滅するでしょ。ああ、なるほど。ちょっと待ってください。趣味の悪い地味な女って？ノリツッコミ。何、趣味が良くて華やかだとでも思ってんの？地味なのは否定しませんよ。否定しませんけども、まあそんなに特別なことするわけじゃないから。たまに一緒に食事したり休みに会ったり仕事帰りに家に遊びに行ったりするだけでいいよ。全然だけって内容じゃないような。誰でもできる簡単なお仕事みたいに言いますね。同性との揉み合いなら確実に勝てそうなフィジカルといちいち止まないメンタル、かつケイちゃんと長く一緒にいても妙に思い上がって勘違いしなさそうな子。はい？君ぐらいしかいないでしょ。さっき言った通り拒否権とかないから認めてくれているんだかいないんだかって感じですね。ちょ、待ってください。さすがに横暴では？ゆいちゃんならマキも気兼ねしないと思うんだけど、珍しくすごく気を許してるみたいだし。それは怪しい組織への所属とか無茶なお願い聞いてもらっといて。困ってるケイちゃん見捨てるわけ？まあね、確かにスタンドスカウトしましたけれども、見捨てるなんて。散々な言われように反論したいのは山々ながら、畳みかけるように弱いところを突かれて愚痴ごもる。みんな饒舌ですからね。そりゃ確かにいろいろお世話になってるし、できる範囲では力になりたいって気持ちはあるけど、率直に答えるのなら引き受けても構わないけれど、その結論の前に立ちはだかる何よりの気がかりを愚痴にしようとしたところで、聞き覚えのあるため息が聞こえてきた。無茶言ってるのは秋の方だろ。え？
マキ君。お疲れ。ずいぶん早いな。21時になると言っていなかったか？思ったより早く仕事終わったから。待たせてるのが悪くって切り上げたんじゃなくて？待たせてるって、そのストーカーの女の子ってことかな？あの子が勝手に待ってるだけでしょ？迷惑だって言えばいいのに。まあ確かにね、そこで早く言ってあげるとその優しさで勘違いしちゃいそうだけどね。気にしなくていいから。そう言って着席したマキ君の顔は明らかに疲れている。これは仕事の疲れではなさそう。気疲れかな。もちろんはっきりとは言わないものの、どうやら今日もやっとのことで振り切ってきたらしかった。まあ優しさが現れてますよね。本当に困ってるみたいだな。とにかくクソガキは今の話聞かなかったことにしていいから。お、ここで選択肢か。大丈夫なの？そういうわけにはいかない。何も言わない。おー、難しい選択肢ですね。うん、大丈夫なのって気遣ってあげるのが正解のようにも見えるし、そういうわけにもいかないっていうのは、まあ、見過ごせないっていうことでね。で、何も言わないっていうのは流れに任せるわけですが、まあ、唯一違う選択肢が一番下の何も言わないになりますよね。上の二つは何が違うのっていう感じなんですが、まあ、どれが正解なんでしょう。皆さんはどれだと思いますか？まあ、普通に考えたらね、上の二つのどっちかかなと思うんだけど、一番下だけ気質が違うっていうのも気になるんですよね。どうでしょう？あ、なるほど。何も言わないが、やはり正解のようです。まあ、唯一ね、違う回答になっているからかなっていうぐらいしか、まあ、僕としては思いつかなかったんですが、どういう流れになっていくんでしょうね。何も言わない。じゃあどうすんの？どうにでもするって言っただろ。別に悪意持って攻撃されてるわけじゃないし。でも下手な悪意より行き過ぎた行為の方が怖いからね。まあ、これは言えてますね。悪意のないからこそ難しいことってありますからね。羽鳥さんが言うと妙に説得力あるな。お前が一人で何とかできないとは思ってない。だが助力があった方が早いだろう。だからってクソガキに迷惑かけるわけにいかないだろ。あ、いや、私いいよ。え？こうか不幸か、今は付き合ってる人どころかいい雰囲気の人すらいないし。むしろいたことあるの君？はい？その話は面白そうだから今度にしようか。面白そうってですね、いや、もうそれは今置いておくとして、まあ、元彼元彼女の話ってね、乙女ゲームではなんかご法度な感じもありますもんね。とにかく私は全然迷惑じゃないよ。いや、でも本当に気を使って言ってるとかじゃないから。でもむしろ逆に大丈夫？逆？いや、ほら、マキ君の方が相手が私だと気が進まなかったりしないのかなって。まあ、地味な女ですからね。檜山さんたちがマキ君のために言って私に相談をしてくれたのはわかる。嬉しいことでもある。でも当の本人が望まないのにプライベートにズカズカ入っていくのはどうしても気が引けるから。まあ、確かにこれもね、善意の押し売りになっちゃうもんね。マキ君が少しでも難色を示したら、たとえ檜山さんに頼まれようと、羽鳥さんに誘惑されようと、神楽さんに脅されようと、きっぱりと断るつもりでいた。それぞれのなんかレベルのキャラクターの役割が見えてきますね。でも、もしそうじゃないなら、マキ君はもうスタンドの一員、助け合ってこその仲間だ。反応を見逃さないよう、じっとその目を見つめる私を見返していたマキ君は、やがて少し困ったようにゆっくりと視線を落とした。別にクソガキが嫌なわけじゃない。よかった。じゃあやろう。平和的解決を目指して。さすがゆいちゃん、よかったねマーキー。いや、またクソガキ本気か？もちろん女に二言はありません。決まりだな。あ、それで引き受ける代わりにと言ってはなんなんですけど。何急にヘラヘラして。よし、アイスティーを軽く一口、それから姿勢を正して改めて切り出す。私からもお願いがあるんです。上手なタイミング。
レベルとしての皆さんと取引をさせていただけませんか？取引？話を聞こう。情報とストーカー撃退。聞いたこともないとびきりおかしな取引はこうして成立し、私の運命を変えるマキ君ストーカー撃退大作戦がこの夜をもって始まったのだった。というわけで、上から3つ目の項目のストーカー撃退大作戦が始まっていくわけですね。一番上のプロローグは神楽本編と共通、2番目の二人きりの夜の街編もこのチャンネルとしては過去動画で収録してありますので、気になる方はご覧いただけたら嬉しいです。まあ、過去動画ちょっとね恥ずかしいんですけどね、終了画面に添付しておきます。そしてね、こちらの第1章、このね牧本編の第1章はすでに完結しておりまして、このようにまだまだ序盤です。で、基本的にはハッピーエンドに導いていきますが、ノーマルエンドと合わせてご覧いただけるような構成にできたらと考えております。そしてね、あらすじとしては恋人のふりをしていたはずがいつの間にか本物の恋人にという王道ニヤニヤ路線なストーリー展開を今後も楽しんでいきましょう。さて、まあそんな感じで男性目線で彼の気持ちを紐解いていく形で、今後も乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。